けの光の中に立つ影はミラーマン、ミラーマン、シャーの世界を通り抜け、今だキックを使え、目だミラーナイフが銃を切る、円谷英二生誕の地福島県須賀川市で須賀川空想フェス開催決定。ウルトラ六兄弟ザライブでは新作空想は星空の彼方へを上演、空想ミーティングでは糸井重里さんをはじめとした豪華ゲストによる空想テーマにしたお話をお届け、空想シアターではスペシャルゲスト柳井道彦さんを迎えし、ウルトラマン恐怖の宇宙船の上映会とトークイベントを開催。他にも空想スタジオをはじめとした子供から大人まで楽しめるコンテンツが盛りだくさん。空想力が未来を創造する須賀川空想フェス。あんなにスピード出して大丈夫かしら。水の上だから心配ないですわ、おばさん。それもそうね。空気が澄んでていい気持ち。あら、何かしら。チーフ、未確認飛行物体の現在位置は北の湖上空。飛行物体はぐんぐん降下してます。人体侵略作戦。お前、怪我は？大丈夫だよ。だってお前、血が。病院へ。さあ、どうしよう。いいんだよ。トシオさん、待って。早く病院行きましょう。ねえ、トシオ。インベーダーは地球侵略のための恐るべき作戦を開始した。果たしてこの飛行物体がなぜ岡山トシオに開口線を浴びせたのか、誰にもわからなかった。ただ、SGM のレーダーは未確認飛行物体が北の湖上空に現れ、そしてすぐさま宇宙の彼方に消え去ったことだけをキャッチしていた。未確認飛行物体が現れた北の湖周辺は調査の結果異常ありません。ただその時ボートに乗っていた男が事故を起こしています。それが一つ不思議なことがあるんです。このボートが岸に乗り上げた時、放り出されて石に頭をぶつけたらしいんです。その石に血痕がついているのに、本人にはかすり傷一つないということです。それはおかしいな。それが先生もよくご存知の大倉研究所の研究員岡山君なんです。岡山君。いや、僕も御手洗先生から聞いたときはびっくりしましたよ。でも昔サッカーで鍛えた反射神経がものを言ったってわけですね。じゃあ僕はこれで。今日はえらく不愛想だな。
やあ、佐代子さん。京太郎さん、俊夫さん、いつもと変わっていると思わなかった、ね、正直に言って。そういえば少し疲れてるみたいだったな。そうじゃないの、性質よ。ちょっと変わったと思わない？性質が簡単に変わるわけないでしょう。それに岡山さんのことならあなたが一番よく知ってるんじゃないですか。毎日この研究所で顔を合わせてるし、それにあなた方はもうすぐ結婚するんでしょう。何かあったんですか？何があったんです？私にもわからない。わからないんです。事故のあった日。悪いこと言わないわ。精密検査受けといた方がいいわよ。痛くも何ともないんだ。そんなことしなくたって平気だよ。いいえ、あれだけ頭を打って何ともないことないわよ。言ったらいいんだよ。俊夫さん、お母さんの言う通り一度診察してもらった方がいいわ。うるさい。さんの言う通りですわ。敏夫はあの事故以来すっかり人が変わってしまって、帰ってきても自分の部屋へ閉じこもったっきり。敏夫はなんだか私の子供ではないような気がするの。おばさん、そんなバカな。いいえ、母親の私にはわかるんです。あの子は魂の抜け殻みたいなの。やっぱり精密検査を受けさせるわ。手遅れになってもしものことがあったら、亡くなった主人に申し訳がないもの。一日も早い方がいい。何しろ岡山君は大倉博士の秘蔵っ子だし、それに今ソルガンを完成するためには岡山君がぜひ必要なんだ。ソルガンと言いますと？うん、国際地球防衛本部が大倉博士に依頼して作らせている、まあ言ってみればレーザーガンの一種だ。太陽や星の光をエネルギーに用いる新兵器だ。へえ、そんなすごいものなんですか。うん、それにソルガンは強力な移動用原子力発電機としても利用できる。まあソルガンが完成すればインベーダーたちにとっては恐るべき兵器となるだろう。ここまではどうか。あ、完璧です。問題点はこのマイクロアトミックパイプだな。よし、今日はこれまでにしよう。はい、失礼します。お先に。失礼します。あ、岡山君、君は残ってくれたまえ。もう一度この問題の部分を検討してみたい。君はこの原子コントロールに不備な点があるか調べてくれたまえ。ここに置いときます。うん、ありがとう。他にご用は？いや。じゃあ失礼します。あ、永瀬君。はい。岡山君と一緒に帰りたまえ。え？あまり岡山君を拘束すると後が怖いからな。では失礼します。私ね、素敵なムードのレストラン見つけたのよ。
これから行ってみない？近くなのよ。ね、行きましょうよ。俊夫さん、なんで黙ってんの？俊夫さん。デスクからだろう。岡山さんよ。京太郎さん、俊夫がどうしても精密検査を受けないって言うんです。お願い、あなたからよく説得してください。わかりました。首に縄をつけてでも病院へ連れてきますよ。何か思い当たることありませんか？俊夫さんのことね。ええ、そういえばあの時、おそらく岡山君の体をインベーダーが占有しているに違いない。だとすると岡山さんは死んでることになりますか？いや、生きている。安田君、スクリーン。はい。右が前に撮ったインベーダーのものだ。左が岡山君のものだ。全然異常が見られないところを見ると、岡山君は生きている。インベーダーが岡山君の体内を占有しているに違いない。そして体内のインベーダーは岡山君を意のままに操っているのだ。じゃあ検査の時はライトのショックであのような行動を。そうだ。それでインベーダーの狙ったのはやっぱりソルガンですか？うん。インベーダーにとってソルガンは厄介な代物だからな。じゃあインベーダーは岡山さんの体を借りて設計図でも盗み出そうとしてるんじゃないでしょうか？設計図を盗んだところで何もなりゃしない。重要なポイントは大倉博士の頭脳の中にあるんだから。それとソルガンの完成を恐れてる敵は、完成したところで大倉博士を暗殺しようとしてるんじゃ。うん、私もそう考えて警視庁にも連絡し、岡山君の捜索と大倉博士の身辺の安全を守るよう依頼したんだ。念のために村上君たちを大倉博士につけておいた。人体にまで侵入するとは恐るべき敵だ。こうなったら一刻も早くソルガンを完成せねば。それにしても気の毒なのは岡山君だ。
するの？やめて、年を。先生、年男はどうなってしまったんですか？先生はご存知なんでしょう。年男に何があったか教えてください。一体何が起こったんですか？先生、SGM、こちらゆき。はい、SGM。先生、ゆきからです。はい。何？岡山君が現れた？そうか。敵を焦って死に物狂いだ。用心してくれ。先生、レーダーに反応、飛行物体です。ポイント554-0074、大倉研究所上空ですね。先生、岡山君はまだ生きてることを忘れるな。はい。危ない。どうしよう。Thank you.
トシオの体に取り付いたインベーダーは死んだ。そしてトシオも全治2ヶ月の骨折だけで命を取り留めた。トシオが体内のインベーダーに打ち勝ったのは、トシオの魂に絶えず呼びかけた母の愛の力だと京太郎は思う。かくしてインベーダーの人体侵略作戦は失敗した。しかしインベーダーは次の恐るべき作戦を企んでいるのだ。ミラーマンに休息の日はない。インベーダーの存在する限りミラーマンは戦い続けるのだ。さて次回のミラーマンは、ミサイル機器が宇宙船の攻撃を受けた。調査に出かけた京太郎はそこでインベーダーに襲われたのだ。頻繁と起こる怪事件に京太郎は焦った。そしてインベーダーの罠にはまってしまったのだ。果たして京太郎はミラーマンになれるのだろうか。次回ミラーマン、鋼鉄竜アイアンの大逆襲をお楽しみに。影はミラーマン、ミラーマン、闇の世界を通り抜け、今だ、キックを使え、目だ、ミラーナイフが銃を切る、戦え僕らのミラーマン。星空の光の中に立つ影はミラーマン、ミラーマン、光の壁を突き破り、今だ、とどめの一撃、頭だ、ミラーシュートが敵を刺す、戦え僕らのミラーマン。つぶらやイマジネーション、それはつぶらやプロファンのための究極のサービス。え、まだ入ってないの？あ、絶対会員になった方がいいよ。ポイント1、
うるさまやエキスポ、ザライブなどのイベントチケットを先行でゲットできちゃう。ポイントに、ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品が見放題。第1話から最終話まで一気見するもよし、お気に入りのシーンを繰り返し見ほほほチェコ様もちろん最新作ウルトラマンアークも全話配信。ポイント3、オリジナル配信番組も充実。ジャグラスジャグラー役の青柳高也さんがゲストと楽しいトークを繰り広げる。うなぎ生配信の高也の部屋、関智一さんが小ネタを挟みつつ、ダイナ宇宙をずっとさまよってるみたいなね、作品を深掘りしていく関智一のウルトラクラブ。八つ咲き氷あぶねえ。ウルトラ初心者の A マッソ加納さんをウルトラ沼にはめろ。これがたまらんのです。ウルカツライフ、ちょっと待って、推しを倒したんですか。そうなんです。この他にもオリジナル小説やコミックス、ショーのアーカイブにインタビュー、キャラクターデザインや怪獣造形の裏側などなど、もうほんと消化しきれないくらい盛りだくさん。つぶらやプロのエンターテインメントをいつでもどこでも楽しめちゃう。もはや生活の一部でしょこれ。あざーす取り乱した。つぶらやイマジネーション、ヒーローや怪獣たちにもっと会える、ウルトラサブスクで検索。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録すると動画の更新をお知らせするぞ。それでは次の動画もお楽しみに。